総額はおよそ7700億円で、知事選の年度にまとめられる当初予算、骨格予算の案としては過去最高額となっています。2020年の豪雨の復旧復興に充てる166億円などが増額の要因となっています。また半導体関連産業のさらなる集積に向けた取り組みの事業費としておよそ94億5000万円を計上しているほか、国が進める児童手当の対象範囲の拡充や子育て家庭への支援体制の強化などに49億1500万円を盛り込んでいます。2月定例県議会は今月9日に開会します。